第6代ケンミュアー死者クウィリアム・ゴードン第6代ケンミュアー死者ク及びロッキンバー卿、ウィリアム・ゴードンはスコットランドのジャコバイト1715年ジャコバイト放棄に参加して捕虜になりタワーヒルで軽視した第5代ケンミュアー死者クアレクサンダー・ゴードンと2人目の妻マリオンマックロックの一人息子として生まれた父は1689年ジャコバイト放棄で政府側に立ち キリー・クランキーの戦いで、ダンディー・シャと戦ったが、第6代ケンミワア・シは、妻の影響を受けて1715年ジャコバイト放棄で、ジャコバイト側として陰謀に加わったとされる。ケンミワア・シは、マー・ハクシャクから、スコットランド南部のジャコバイト軍を率いる事例を受け、ダンフリーズを奇襲する計画を立てたが、近隣の住民が、ダンフリーズに逃げ込み、そこでバリケードを設置した。 一方、ケンミワシシャクは、ウィントン伯爵の増援を受けて南下したが、ダンフリーズの守備が強化されたためロックメーベン、続いてエックレフェチャンに転身した。そこでも増援を受けたが、それでもわずか300人の軍勢だったため、諦めようとした矢先に、ノーサンバーランドでの放棄の知らせを受けた。イングランドからの援軍との合流に向かうと、ハイランダーの援軍も南下しているとの知らせを得て、 その援軍とも合流した。そして、10月24日には、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートが、国王即位を宣言、連合法、爆破税、延税に反対するマニフェストも発した。この時点で、ケンミ死者区の軍勢は1万4000人に、膨れ上がったが、彼に指揮官としての才能はなく、イングランドへの進軍を提案したもののハイランダーに、反対された。 一時は、スコットランド西部への進軍を始めるなど迷走した。あと、イングランド進軍が決定されたが、その時には、ジョージカー・ペンター率いる政府軍が迫ってきており、さらにハイランダーの軍勢が脱走してしまった。その後、トマス・ホスターが代わりに指揮官を務めたが、結局11月14日のプレストンの戦いで、敗れ、県民は施策も捕虜になり、ロンドン島に投獄された。 1716年1月19日の貴族院での審議では罪を認めて恩赦を求めた。しかし、恩赦はなされず、2月24日にダーウェントウォーター伯爵の刑死直後にタワーヒルで斬首された。死後、ケンミュアの妻がスコットランドに急いで向かい、ケンミュアの文書集を確保した。また、友人の助力もあり、 没収された県民アの財産が売却されたとき、それを購入することに成功。さらに息子が青年したときに、それを息子に渡すことも成功した。妻、メアリー・ダルゼルとの間で三男一女を儲けた。ありがとうございます。